こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回はメンタリストダイゴさんが書かれた突破力という本を解説します。本書では人の脳にあらかじめ備わっている思い込みや先入観バイアスを乗り越えて損しない人になる方法について解説してあります。とてもおすすめの本です。いや、マジでバイアスって怖えな、この本読んでよかったとなります。ではまあとりあえずいつも通りこの動画の結論を最初に言っておきます。結論、脳のバイアスを倒し合理性を身につければ生きる上での損を格段に減らすことができる。そのために私たちはバイアスとは一体何なのか、そしてどうすればバイアスを倒せるのかということについて学ぶ必要がある。というわけでこの動画では 1. 損や後悔の原因バイアスとは、 2. 特に危険な3つのバイアス、 3.バイアスを乗り越える3つの方法という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。 1. 損や後悔の原因バイアスとは、バイアスとは私たちの人の脳にあらかじめ備わっている思い込みや先入観のことです。と言われても分かりにくいと思うので具体例を挙げます。例えば一番有名なバイアスとして確証バイアスというものがあります。確証バイアスとは自分にとって都合の良い情報ばかりを集めたり正しいと思ってしまうバイアスのことです。実は私たちは無意識にこのようなバイアスにとらわれてしまっており、そしてほとんどの人がそのことに気づいていません。例えば大企業に入れば人生勝ち組だという考え方を持つ人は大企業に入るということのメリットばかりに目が行き、デメリットの情報は無意識に避けてしまうみたいなことになります。しかし自分では視野が狭くなっていることに気づいていません。このようなバイアスは無意識に発動してしまい、私たちの判断ミスとそこから来る損や後悔の原因になります。じゃあどうすればバイアスから解放されて合理的に判断できるようになるのかというと、一番簡単な方法としては、まずは私たちにはどんなバイアスが備わっているのかというのを知ることです。実は私たちに備わっているバイアスについて知るだけで、私たちは客観的に見る力が上がります。自分や他人やあらゆる状況を客観的に見る力が向上し、バイアスからある程度解放されるということが分かっています。ですので続いては、どんなバイアスがあるのかということについて見ていきましょう。というわけで2、特に危険な3つのバイアス。ここでは特に大事な3つのバイアスについて紹介します。その3つとは、確証バイアス、現在思考バイアス、現状維持バイアスという3つです。では1つずつ掘り下げていきます。まずは確証バイアスについて。これはさっきちらっと話しましたが、自分にとって都合のいい情報ばかりを集めたり、正しいと思ってしまうバイアスです。大企業に入れば人生勝ち組と考えてしまう人の例で話した通り、確証バイアスは自分たちの視野をぐっと狭めてしまいますので注意が必要です。私たちは無意識に自分に都合がいい情報に目が行ってしまうということを頭の片隅に置いておきましょう。そして何か大事な決断をするときにはちゃんとメリットとデメリットもちゃんと比べましょう。以上が確証バイアスです。では二つ目に紹介するのは現在思考バイアスです。現在思考バイアスとは、未来における利益の大きさを正しく見積もれないというバイアスです。なんだかややこしいですが、わかりやすく説明します。要は、将来の大きな利益よりも、現在の小さな利益や快楽を優先してしまう。これが現在思考バイアスです。例えば、もう1年後には大学受験だから、将来のことを考えると本当はもうそろそろ勉強した方がいいな、けどゲームが楽しくてやめられないな、みたいなことです。未来の利益を小さく見積もってしまうという現在思考バイアスにより目先の欲求に飛びついてしまいます。そもそも私たち人は未来というものを取り扱うのが苦手です。その理由は未来という概念が比較的新しいものだからです。この話は以前、最高の体調の解説動画でしましたよね。アフリカの狩猟採集民には未来という概念がないという話です。覚えてますか？今回はもう簡単にしか復習しませんが、要はこんな話でした。狩猟採集時代には未来について考える必要も余裕もなかった。だから未来という概念がそもそもなかった。これが前提です。そして現代では社会はものすごく発展したけれど、
私たちの脳や体は狩猟採集時代からそれほど変わっていない。その理由は科学の発達のスピードと生物の進化のスピードがあまりにも違うからだという話でした。そういうわけで私たちは未来について考えるのが苦手です。未来という概念が新しいものだからです。しかし今のようなめちゃめちゃ発達した社会においては長期的な視点を持てる人こそが経済的にも社会的にも富を得やすいです。じゃあどうすれば未来を上手に扱えるようになるのかというと、脳の前頭前野という場所を鍛えることです。この脳の前頭前野はこのチャンネルではたくさん話していますよね。この前頭前野についても今回は割愛するので、ぜひ以前の空気を読む脳、究極のマインドフルネスあたりの解説動画を復習してみてください。話がそれましたが、以上が未来の利益を軽視してしまうという現在思考バイアスについてです。では次に3つ目のバイアスは現状維持バイアスです。この現状維持バイアスとは、新しいものを受け入れられず、今のままでいたいと思うバイアスです。これの怖いところが、どう考えても変化すべきタイミングであっても、無意識に変化を恐れてしまうという点です。例えば、めちゃめちゃブラック企業で給料も低く、スキルもつかないというような職場で、どう考えても転職した方がいいのになぜか行動できない、みたいなことです。実はこのバイアスも由来は狩猟採集時代にあります。というのも、狩猟採集時代は厳しい環境で、新しいチャレンジをしていられるような余裕はありませんでした。一番効率がいいやり方をずっと続けていたわけです。そういうわけで、そもそもチャレンジャーは生き残れない。そんな時代を私たちの祖先は何百万年も乗り越えてきたわけです。そしてその子孫こそが私たちです。そういうわけで私たちには現状を維持しようとするバイアスが備わっています。はい、以上が現状維持バイアスについてです。ここまでで特に注意すべき3つのバイアスということで、確証バイアス、現在思考バイアス、現状維持バイアスを見てきました。ちなみにバイアスには他にもこんなものがあります。繰り返しですが、この種類について知るだけで、ある程度はバイアスから解放されることができるので、知るだけでも超有効です。バイアスにはこんなものがあります。価値フィルターバイアス。これは自分の価値観で他人を決めつけてしまうバイアス。隠れナルシストバイアス。これは自分を平均よりも優れていると思うバイアス。顕著バイアス。金儲けは卑しいことだと思ってしまうバイアス。ネガティブバイアス。人はネガティブ思考に陥りやすい。エイジズム。年齢を理由に新しいことに取り組めない。などです。いずれのバイアスも私たちに損をさせうるものなので注意が必要です。ただ、バイアスというのは私たちにあらかじめ備わった本能のようなものなので対処が難しいのも事実。ですので根気強く向き合っていく必要があります。何度も復習して自分に言い聞かせて行動を変えて対抗していくしかありません。じゃあその私たちが取るべき対抗策とはどんなものなのか。というわけで続いてはバイアスへの対策方法を解説します。というわけで3、バイアスを乗り越える3つの方法。ではまた結論から。科学的に効果的なバイアスを乗り越える3つの方法は、時間を置く、最悪を想定する、計画を細かく立てるという3つです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずは1、時間を置くについて。何か大事な決断をするときや、大事な書類を作るときなんかにこれが有効です。というのも、それを一通り終わらせた後に時間を置いて見直すことで、バイアスにとらわれにくくなります。例えば大事な書類を作るとします。この時一通り書類を完成させた後に 2,3 日くらい時間を置いた後で書類を見直します。すると足りない部分や不要な部分、また論理的につながりがおかしい部分なんかに気づきやすくなります。このように一旦 2,3 日時間を置いてみることで成果物の質や判断の質を高めることができます。2,3 日経った後で見直してみることで、より客観的に判断できるようになれますよね。これが効果的です。また他にも 2,3 日置くのがいい理由はあります。それはツァイガルニク効果によるものです。ツァイガルニク効果とは、作業から離れている間に脳がその作業についての情報を整理してくれることです。私たちの脳はまだ終わっていないやるべきことについて、実は
考え続けているんですね。どういうこと？という感じですが、自分ではぼーっとしているつもりでも、脳はその未完了の作業について考えてくれています。脳は情報を整理してくれています。そういうわけで2、3日置いた後には、頭の中で情報が整理されていて、見直しの効果が高いんだということです。あと少し話が変わるのですが、こういう時には時間を置いた方がいいというタイミングがあります。それはストレスが多い時です。というのも、ストレスが多い時ほど私たちはバイアスにとらわれやすいということが分かっています。ですので大事な判断をする時には、ストレスがかかっていない時にすべきです。そうすることで大事な判断をミスりません。というわけで以上が2、3日時間を置くことが有効であるという話です。では次に、バイアスへの対処法2つ目、最悪を想定するについて。何か大事な決断をするときや、大事なチャレンジをするときにこれは有効です。最悪を想定することでバイアスを取り除くことができます。特にこれはさっき紹介した確証バイアスへの対策法になります。確証バイアス。自分にとって都合のいい情報ばかりを集めたり、正しいと思い込んでしまうバイアスでした。このバイアスに陥ると大事な判断をミスったり、無駄に無謀なリスクを取ってしまいます。例えば、これからは動画の時代らしい、じゃあ動画制作の会社に転職しようと考えたとします。転職するかどうかというのは大事な決断ですよね。このような大事な決断については、自分が確証バイアスに陥っていないかを考えるべきです。そして、転職についての自分にとって都合がいい情報だけでなく、自分にとって都合が悪い情報もちゃんと集めることが大事です。そしてさらには、転職をした場合の最悪のパターンと、それに対する対策を想定します。最悪のシナリオとしては、転職先の会社が倒産して途方に暮れてしまうことかな。じゃあこれに対しての対策は、もし会社が傾いたらまた別の会社に転職できるように自分のスキルを高めることを意識しながら働こうというように、最悪のシナリオとそれへの対策をセットで考えておきます。この一手間によって自分が今しようとしている大事な決断について客観的に考えられるようになります。つまり確証バイアスをはじめとする各種のバイアスから身を守れるということです。では以上が最悪を想定することについてです。では次にバイアスへの対処法3つ目、計画を細かく立てるについて。計画を細かく立てれば現在思考バイアスを防ぐことができます。現在思考バイアスはさっき説明した通り、将来の大きな利益よりも現在の小さな利益や快楽を優先してしまうバイアスです。この現在思考バイアスを手なずけなければ大きな目標を達成することはできません。が、しかしこれは計画を細かく立てることで対応できます。まずやり方としては、自分が達成したい大きめの目標についてそれを細かく分けます。例えば志望大学に合格するであれば、そこから逆算して、じゃあ10月の模試ではこのくらい取る必要がある、8月の模試ではこのくらい、ということは今月はこの問題集を半分までは進めよう、じゃあ今日は3ページ進めようというように、大きめの目標から逆算して目標を細かく分けます。なぜこれが現在思考バイアスの対策になるのかというと、このやり方だと将来の大きな目標と今現在の自分がすべきことのつながりが明確になるからです。つまり今日問題集を3ページ進めるということは、将来大学に合格することに直結することなんだというのを認識できるようになるということです。そうですね、イメージとしては大学合格という目標は遠い将来のことだなという認識から、割と近い将来だなというような認識に変えるということです。未来との距離感が遠いとやる気が出ませんが、未来との距離感が縮まるとやる気が湧きます。そういうわけで大きな目標から逆算して細かく計画を分ければ、現在思考バイアスを倒すことができます。目の前の欲求よりも長期的な大きな利益を取れるようになります。あと少し話が変わりますが、計画の立て方としてのコツを一つ紹介します。それは3ヶ月後ではなく92日後と言い換える、2年後ではなく730日後と言い換えるというように、非単位で締め切りを意識するということです。
これ面白いことに3ヶ月とか2年とかで締め切りを意識するよりも92日後、730日後という風に日単位で意識した方が未来を近く感じてやる気が上がるということが分かってるんですよ。どうですかね？個人的にはこれは納得します。3ヶ月よりも92日後の方がなんか近い感じが、時間が少ない感じがします。振り返ると遠い昔ですが、塾とかではセンター試験まであと100日とかって張り紙があったのを覚えてます。多分あれは効果的だと知っててやってたんだろうなぁと今になって思います。はい。というわけで以上が細かく計画を立てる、また締め切りは非単位で意識するということでした。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、損や後悔の原因、バイアスとは。バイアスとは私たち人の脳にあらかじめ備わっている思い込みや先入観のこと。バイアスは往々にして私たちが生きる上での損や後悔の原因になります。2、特に危険な3つのバイアス。特に気をつけたいのは確証バイアス、現在思考バイアス、現状維持バイアスの3つです。3、バイアスを乗り越える3つの方法。まず前提として、バイアスの種類について知るだけで、ある程度はバイアスから解放されます。それに加えて、重要な判断については3つの方法が有効です。それは時間を置くこと、最悪を想定すること、細かく計画を立てることでした。また根本から客観的に見る力や合理的、論理的に考える力を鍛えるには脳の前頭前野を鍛えることが必要です。ので前頭前野を鍛えて根本からバイアスに立ち向かう力を養うのも同時に進めたいところです。前頭前野を鍛える方法は以前の動画で復習してみてください。今回紹介した本、突破力、無理なく限界を突破するための心理学について、まだまだ紹介できていない部分が多いのでぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下に貼っていますのでチェックしてみてください。というわけで、では今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。